こんにちは。エフランク登山家の浜です。今回は丹沢でテント泊してきました。テント泊した場所は大倉バス停から1時間ぐらい登ったところに大倉高原山の家があります。山の家は現在閉鎖されて使われていません。その山の家の裏側にテントを張れる場所があります。そこでね、テント泊してきました。今回はね、リュックにいろいろ詰めすぎて、すんごい重たくなってしまいました。もう山の家に行くまでに結構汗かきましたね。では、動画をご覧になってください。どうぞ。最初に地図で説明します。3月17日、新宿駅から小田急線に乗って渋沢駅まで来ます。渋沢駅からバスに乗ってぐーっと来て、大倉バス停まで来ます。で、ここから登山開始です。ぐーっとだいたい1時間ぐらい登ると、この大倉高原山の家に到着します。で、この大倉高原山の家というのは現在閉鎖されて使われていません。この大倉高原山の家の裏側にテントを張れる場所があります。そこで17日はテント泊しました。で、翌日18日なんですが、予定ではぐーっと登って、鍋割山で鍋焼きうどんを食べて、下山して帰ってくる予定だったんですが、リュックがね、予想以上に重たかったんで、もう登るのやめました。18日朝からね、下山を開始して、バスに乗ってね、こう帰りました。こんな感じですね。これが今回持っていく装備です。まずこちらから、これが75リットルプラス10リットルリュックです。で、これが寝袋ですね。マイナス15度まで耐えられますね。で、これがストック。これがマット。で、これが簡易寝袋。これがポンチョ。で、これがテント。これが LED ライト。ヘッドライト。クッカー。ガスバーナー。水入れ。で、これが、バッテリーですね。これがソニーアクションカム。で、普通の手袋。防寒手袋、ポカロン、あとティッシュとか、絆創膏とか消毒薬ですね。あと十徳ナイフですね。これが今回持っていく装備です。今13時18分です。大倉バス停に到着しました。天気はね、いいですね。晴れてくれてます。
これから準備してね、出発したいと思います。おっさん、いい歳してラブレターなんて出すのやめなさい。もらった相手が迷惑するわよ。今1時40分です。これから、テント場に向けて出発します。分岐に来ましたね。こっちの方に行きます。この大観望ね、大観望 500m 大倉高原小屋、こっちの方にね行きます。右行くとね遠野岳キャンプ場桜の広場。到着しました。丹沢の門って書いてますね。じゃあ遠野岳、テープが貼られてますね。入らないでください。見晴らしはすごいですね。相模湾が綺麗ですね、海まで見えますね。大倉高原山の家は閉鎖されてますね。水もね出ません。これは近くの水場らしいです。登山者は迷うので行かないでくださいって書いてますね。丹沢一太郎50年後高さ70メートル丹沢一の大杉になりますって。あ、トイレはテープ貼られちゃってますね。トイレにはテープが貼られてます。立ち入り禁止のテープですね。見晴らし茶屋のトイレまで行かないとダメですね。
上がテントバスね。今日は誰もいないですね。私だけみたいです。平成29年11月30日をもって大倉高原山の家は閉鎖いたしました。このテント場については秦野市観光課の管理となります。なお当面の間ご利用に関しては個々で責任を持って使用していただくようお願いいたします。もう自己責任でね、こうちゃんと利用しないといけないですね。キャンプ場創立70周年記念職地。どこがいいかな、テント場、テント張るの。この辺がいいかな。見晴らしがいいからね。この辺にね、テント張ろうと思います。今15時半です。テントが完成しました。最初ね、こっちの見晴らしのいい場所に建てようとしたんだけど、こっちね寒いんですよ。こう向こうから海から来る風がもう当たってね寒いんで、こっちにしました。こっちはね風当たらないんですよ。じゃあ中をねお見せします。テントの中こんな感じです。リュックがね、こう枕代わりで、これ寝袋です。ね、あったかそうな寝袋ですね。夜は冷えますからね。で、このね、天井にはランタンがついてます。こんな感じですね。まあ、十分ですね。一人が寝るならね。じゃあ、これから晩飯の準備をね、始めたいと思います。外の風が強くなってきたんで、シート閉めました。落ち葉がね、入ってくるんですよ。テントの中でね、ご飯を炊こうと思います。お米は30分間水につけました。ここに、
ホテイの焼き鳥塩味を入れます。よいしょ、こんな感じです。焼き鳥が5、6個ぐらい入ってますね。入れます。おお、いい匂い、香ばしい焼き鳥のね、いい匂いがしてます。かき混ぜます。こんな感じになりました。これで炊いてみます。最初は中火で7分、その後弱火で3分です。あ、ちょっと平らにしないとな、頼っちゃうから。これで7分待ちます。中火で炊き始めて7分経過しました。ここで弱火にします。これ今ね、こう圧力が逃げないようにちゃんともう押さえつけてます。圧力が逃げるとね、こう固いお米になっちゃうんだね。弱火にします。弱火にしました。これだと3分待ちます。弱火にして3分経ちました。ここで火を止めます。おお、火を止めました。ご飯を10分間蒸らします。美味しそうでしたね、ちょっと見えたけど。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けてみます。おお、美味しそうですね。美味しそうに炊けてます。いい匂い、焼き鳥のいい匂いがしてます。うまそうです。では次にね、おかずを作ります。おかずはね、これです。このハムを、ソーセージか、ソーセージを炒めます。これがオリーブオイルで、これが塩コショウです。おお、すごい油が跳ねる。なんだろう、すんごいいい香りがするな、ハーブ。鎌倉ハム入れました。ソーセージか、鎌倉ソーセージを入れました。塩コショウもね、します。もういいと思います。これで完成です。すんごいいい香りがしてます。おかずの完成です。今の時刻は17時です。温度はね、12度ですね。12度。ではね、これから夕食にしたいと思います。いただきます。まずはビールからいただきます。うん、うまい。冷えてる、寒いから冷えてるわ。じゃあ塩焼き鳥飯をいただきます。どうかな、美味しそうに炊けてますね。いただきます。うん、ちょうどいい。硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどいいです。そこの方にね、おこげも軽くついてます。ちょうどいいですね。うまい。このジャンボソーセージいただきます。うん、うまい。塩コショウ味が一番いいですね。なんか冷めるのが早いな。もう冷めてきてる。ちょっと温めながら食うか。テントの中で食べる、ね、ご飯はうまいですね。うん、うまいわ、うん、あ、やべやべ、あ、やべやべ。今17時20分です。夕食も食べ終わって、あとは寝るだけです。だんだんね、日が暮れてきました。今夜ここでテント泊するのは私だけみたいですね。
私のテント1個だけです。いやだんだん冷えてきましたよ。あ、ここ景色いいですね。遠くまで見えますね。ここはまあネットがね通じるから良かったです。ネットができるんで夜眠くなるまでネットやってます、スマホで。今夜の9時半です。もう外はね真っ暗です。夜景のねこう撮影しに行こうと思ったんだけど、すんごい外風強いんですよ。もうすんごいもうテントがグラグラしてます。なんか外出たくないんで夜景の撮影はやめました。もう一杯飲んで寝たいと思います。今の気温はねテント内の温度は10度です。10度。じゃあね、一杯やります。菊水で。関してね。よいしょ。今日は噛んだね。魚を炙ってね。魚はスルメイカ。すんごい風が強いよ。あったかい。うまい。お酒はぬるめの燗がいい。魚は炙ったイカでいい。女は無口な人がいい。明かりはぼんやり灯りゃいい。しみじみ飲めばしみじみと思い出だけが過ぎてゆく。涙がポロリとこぼれたら歌い出すのさ船歌を。下手くそなんだから歌うのやめなさいよ。うまいね。夜の22時になりました。そろそろ寝たいと思います。いやもう風がね強いですよ。本当音がうるさい。風の音が。この寝袋ね結構いいですよ。あったかい。やっぱでかいだけあってねあったかいです。体温がね逃げないです。すごいあったかいです。よいしょ。おやすみなさい。